どうも皆さん、ンクでございます。えー、ゼリーの動画です。はい。またしてもゼリーの動画です。またしてもっつっても、多分これが上がってるのは、1ヶ月か2ヶ月ぐらい経ってるんでしょうね。最後のゼリーが上がってから。えー、ゼリーのレビューが難しいと言いつつ、証拠にもなく、ゼリーをやっていくと。前回、すこやかゼリーの、 えー、使用しました、レビューした後に、えー、今度ポーションゼリー使いますって言ってました。え、はい、かの夢のポーションゼリーさんです。台湾製でございます。えー、こちらをあげていきます。ゼリーの定番、通常飼育、水分補給と書かれてますけども、まあ、結構土定番なものになりますね。ビートルファームさんでも購入することできますし、チャームさんとかでも売ってるやつですね。はい、じゃあ早速あげていきます。うー、つって、こらーよし。なんかポンって飛んじゃった。<laughs> このね、パッケージがいかにもこう、日本で作ってません感がすごいっすよね、これね。 本当に。このやつですね。ポーションゼリーです。と、ビートルファーム、えー、ブリーダーズかで、ね、BF ファームブリーダーズかで、ね、ビートルファームブリーダーズっていう意味だと、えー、認識しております。はい。なんかすげえこの間のやつが黄色っぽいので、パインの匂いがすごいしてたんで、これもしかしたらグレープっぽい感じかなとかって勝手に思ってるんですけど、どうですかちょっとピント合わないんでどけます。すいません。ピント合わないんでどけます。ちょっとピント合わすために1個だけに絞ります。はい。 これですね。これをこれから、えー、何ヶ月ぐらいかかるのかな多分2ヶ月ぐらいかと思いますけど、かけて。えー、デュビアとニジロクワガタあげてますけど、まあ、多分メインで、様子みんなはニジロあの、デュビアだと思います。ちょっとニジロクワガタ全然食べるの量とかが参考にならないんで、えー、デュビアを中心に見ていきたいと思います。まあ、早速ね、どんなゼリーかちょっと上げてみていきましょう。まずは、あ、これですよ。この開けやすさですよ。これ結構大事。あれ買った嘘結構硬いぞマジか OK, OK, OK. あー、これはね、この間までのゼリーと全然違う。結構硬い。結構硬いし、あ、これちょっとやばいんちゃうあのね、伝わるかなこの蓋の内側の感じ、すっごい汁タプタプな感じしませんこれもしかしたら汁、ドバー行く系ちゃう大丈夫かな汁なんかトバトバって行きそうやないけど、ちょっと、一応、ちょっと、あの今、服もんなかった。ごめんなさい。すこやかゼリーで受けよう。 はい。これまちょっとまず、匂い行ってみましょうか。色は、あの、外側から見ての通りで、なんかグレープジュースっぽい、グレープのゼリーっぽい色ですよね。ちょっとそれよりは茶色がかってる。赤みがかってるかな。ちょっと匂いいきます。おわ<ー> <laughs> これ何の匂いこれすご。え、待って。えー、何これ。 あ、なんかめっちゃ良くないもん入ってそう、これ。えぇ、めっちゃ良くないもん入ってそう、これ。ちょっと待って。<laughs> 待って、これさ。え、すこやかゼリーはマジで、パインの、パインの匂いもすっごい薄かったんですよ。ほのかに香る香らんぐらいやったけど、これすごいよ。結構すって匂い、これ。え、ちょっと待って。あのね、何の匂いって言えないっすわ、これ。え、何これ。 ああ、あれかも。あれ、あのね。ちっちゃい頃に自分が食べたコーラゼリーの匂いをもうちょっとなんかエグくした感じ。コーラゼリーっぽい匂いが、マジで。何これで、これおおダメなメダえ、これお前映ってたかなえ、これ、汁垂れるタイプや。いきますよ。ほら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 。わかります今何て言うか鈴木垂れましたよね。 これは汁垂れるタイプですね。スクエカゼリーとかは全然汁垂れないタイプだったんですけど、今回のこの子は、ちょっと表面の汁が、やっぱりこう蓋の内側がすごい濡れてたのがあって、わかるように、すごい汁垂れるタイプですね、これ。ふんふんふん。なるほど。いや別にこれがいいか悪いかは別ですよ。いいか悪いかは別なんですけど、 でも横向きに置いた時にポトポタって行くやんね。<laughs> いいか悪いかは別ですけど、俺はあんまり好きじゃねえな。ちょっと使いにくい気がすんな。シルタれるタイプは。はい。ちょっと汁が、水気が多い感じのゼリーですね。結構柔らかそうですね。うん。という感じでした。ええー。意外と見た目でも違うもんですね。前回あの、スクエゼリーのレビューの時に、全然差はないですよみたいなノリで喋ってたのに、意外とこうやって持ってみると、差があるんじゃね国内製とやっぱ海外製っていう差は大きいのかな。 うん、やっぱ匂いなんかね、コーラゼリーのちょっとなんか薬品っぽい感じにした匂いっすわ。すっげえ例えにくいんですけど、うん、それで伝わってると幸いです。<laughs> とりあえずこれで、えー、50個買ってます。50個買ってますんで、えー、これ使い切った後に、 後編が続いて、それで一本の動画になってると思いますから、多分これを喋ってるの日から多分2ヶ月ぐらい後にね、アップロードされると思いますんで、ええ、まあ使い切った後の感想をお楽しみということで。じゃあもう早速ね、動画内ではもう一瞬で使い終わった後まで飛びたいと思いますんで、じゃあ使い終わった後に行きましょう。さて、えー、ポーションゼリー、すべて、使い終わりました。50個入り。ね、使い終わったんですけども、俺はね、 前回、昆虫ゼリーってものをね、よく分かってなかったね。ああ。虫は正直だな。<laughs> 正直だわ、すごい。あ、前回収録してからどれくらい経ってんでしょうね。ちょっとごめんなさい。期間見るの忘れてました。まだ数ヶ月経ってますんで、ちょっとあの、前回のその前半と後半でこの動画のテンションがね、違うと思いますけど、ごめんなさい。そこは勘弁してください。火 <laughs> が違いますからね。で、あのね、 もう、はっきり言います。俺はもう、あのー、これの作ってる会社からね、こう、いや、お前やめてくれよ、そういうの言うのあかんやん、みたいなね、こうと言われてもね、もういい、いいですよ。はっきり言いますよ。これは良くないと思う。このゼリーは。うん。なぜか。あのー、前回使ってた、KB ファームのと、これとでは、明らかにね、デュビアも、虹色クワガタも、食べる量が違う。ゼリーの減りが、 全然違う。こっち、食べない。全然減らへん。いや、もうね、前の警備ファームの、あの、健やかゼリーなんか、入れとくじゃないですか。ポンって入れるでしょ。もうほしたら、二ク六ガタも、一日経ちはもう半分くらいなくなってるわけですよ。で、デュビアなんてもう二日も入れときはすっからかになってたんですよ。今、これ入れるじゃないですか。二ク六ガタ二日経っても、食べた。みたいな。 ぐらいしか減らないんですよ。いやまあ時期的なもんも当然あると思いますよ。ここから寒くなってきてるんで、食自体が落ちてるってのは確かにあると思います。でも、デュフィアンもね、明らかに食べないんですよ。デュフィアンもこれ1個入れときは4日間ぐらい持つんですよ。全然減らへん。4日後ぐらいにようやく、ああもうだいぶ少なくなったし変えようかって思うぐらい。そんなレベルなんですよ。全然減らへん。いや、美味しくないんやろ。 <laughs> 匂いもあると思うんですよ。寄ってくる寄ってこへんもあるから、匂いもやと思うんですけど、多分美味しくないんだろう、これ。うん。いや、俺は食べて確かめられないですよ。食べて確かめられないですけど、明らかに KB ファームのに比べて食べないんで、いや、食べないとやっぱり餌って始まらないわけですよ。食べてくれないと。ね。あ例えば、ハチ類ウリって、そのハチウリがね、食べすぎて太るとかやったら、それはある程度食べ、 抑えられる方がいいかもしれないですけど、餌昆虫なんてたっぷり食べて、たっぷり大きくなって、ぷりプぷリりプリに栄養満点にでっかくなってほしいわけですよ。食べてくれないと意味ないんで。食べないこれ。さすがこの、メイドイン台湾。ね。いや別に台湾を馬鹿にしてるわけじゃないですよ。そういうことじゃないんですけど、やっぱり KB ファームのは国産のゼリーですって言ってるだけあるね。うん。いや、俺は前回、このゼリーがいいゼリーなのか悪いゼリーなのか、ゼリーの基準がわかんねえみたいなこと言ってたけど、わかった。うん。 明らかに違う。全然物として違いますわ。というですね、発見が一つありました。これを50個使うことによって。<laughs> 発見がありましたね。うん。あの、まあ、結構メジャーなゼリーだとは思うんですけれども、まあ、やはり国産のものに比べると、それなりに違うという結果になりました。正直ですね、昆虫たちは非常に正直だと思います。いや、ティンクさん、これをね、 使い張ってるときと、KB ファームさんを使ってるときと、デュビアのケージの様子とか違うんじゃないですかって思われるかもしれないですけど、えー、デュビアのケージは今ですね、もう、あの、第2世代たちが非常に大人になって、えー、もう第3世代、第4世代がもう出来始めておりまして、非常にまた賑やかになっておりますんで、人数が少なくなったから食べが減りが少なくなってるということはないです。むしろ前より増えてんじゃねえかと思うぐらい、えー、大変なことになっておりますんで、やっぱこれが減ってねえっていうのはそんだけ食べてない証拠だと思います。はい。 もう言い切っちゃいましたけど。<laughs> まあでも、安かろう。悪かろうな。どっち値段としてどっちだったか忘れましたけど、でもね、昆虫ゼリーみたいな俺、ケチるとこじゃないと思うんですよね、値段。うん、正直。いや、例えばね、爬虫類のライトでね、1個こう、5000円もちゃいますと。いうので、ケチりましたとか、まあもう、俺はあんまそれも良くないと思いますけど、まあ、そこやったらまだけど、ゼリーみたい、こんなもん、ケチっても知るでしょ。 <laughs> ダメ。そういう、そういうのはダメですかね。<laughs> まあ、あんまりケチるとかじゃないと俺は思うんで、え、安心な国産なもの、え、よく食べるものにするといいんじゃないかなと思います。え、よくよくこの比較してみて、こっち食べねえなって思ってから、あの、スコヤカゼリーの方のレビューとか見てると、スコヤカゼリーやっぱりかなり食べると、え、評判なようですんで、え、あちらの、前回の動画のね、え、その動画は、動画の説明欄に一応入れておきましょうか。はい。の、ゼリーおすすめ。 いたします。はい。俺は使ってみてあっちの方が明らかにいいと思います。<laughs> そんな感じですかね。はい。あの、じゃあね、ああ、じゃあティックさん、じゃあもうゼリーは KB ファームに戻すんですかって言ったら、いやいやいや、やっぱさ、探求はしたいわけよ。ね。より、よりいいゼリーを求めたいわけですよ。なので、国産じゃないんですよ。もう KB ファーム国産なんで、もう絶対勝てないと思うんですけど、今度これ。次。 え虫、ー、ゼリーアップル。いかにももう、こん、カブトムシ用みたいなね、やつでございます。はい。アップルということで、リンゴの匂いがするみたいですね。ただ気になるのはね、これね、めっちゃ書いてあるんだけど、ここに。見えるかなメイドインチャイナなんですよね。これがね、あんまりなんじゃねえかなと思っております。はい。あんまりなんじゃねえかなと思っておりますが、えー、まあ、ものは試しですよ。あげてみようと。 思います。はい。国産の果たして KB ファームに勝てる、えー、昆虫ゼリーが出てくるのか、前のことながらジュビアに食べさせてしか見えないですけどね。これの動画はまた、開けてみて実際どうなのか、っていうのは次のゼリーのこいつを使い切った時の動画に、えー、ついてくると収録はこの後すぐしますけど、えー、後についてくると思いますんで、えー、うご期待ください。とりあえず今回は、えー、ポーションゼリーは、日常食事としては、俺はイマイチだと、思います。はい。以上です。じゃあ見ていただいて、ありがとうございました。また、あ、よかったら何か別の動画でお会いしましょう。それでは、お疲れ様です。